え、どうも、アンバルキャです。いや、それって細川さんだけどね。どうもらってもだどうもらったおもろかった普通に、しかもそれ誰もツッコミなしで進んでいったやん。そうですか。あれ、ほんまに初めて動画見て人、アンバルキャないと思わないでしょ、それ思ってる。終わらないでしょ、終わらないてか、だから最近、ルキャ君に合わせてきて、うん、髪型も変えてきました。めっちゃ似てんな。うん、確かに。ちょっと前のルキャさんでしょ。どうですか、似合ってます。後ろはそうだな、なんか履いてる。後ろ穴開いてる、なんか穴開いてる。それは円形脱毛症かなんかありますか。え、穴開いてる。マジで。え、え、なにこれ。え、マジで。ちょっとカメラにも。え、穴開いてる。え、ジョリーの髪の毛。え、マジで。え、おー、ほんまジョリーが。え、やばいやん。え、これもストレスよ、これ。後ろ見て、後ろ見て。ジョリーがストレスで励ましたって動画撮るやん、もう一本。え、結構マジでリアル、ちょっと円形やと思う。え、ガチじゃないこれ。うん。うわ、ストレスや。誰のルキア君。なんで俺の、俺を兄貴として称えろって動画上で言われてるから、それのストレスかもしれない。何でストレスある。何で今日言ったことない。何で今日はジョリー真ん中座ってんの。まあそれを、その理由をちょっと、クリオから説明します。いや、お前が説明しろ。今日はですね、圭之助さんに対する煽りの件で、俺がツイッターとかでちょっと炎上しちゃってるんですよね。で、そこで俺の、まあ、真剣な思いだったりとか、視聴者がどう思うのかとかっていうのを、もう圭之助さんにもう直接もう喋ろうかなって思って、今マジでアポは取ってないです。まあ、僕はちょっと LINE 持ってないので、ルキア君にちょっとかけてもらって突撃で電話してみようかなって思います。なんな電話で何を話すの。今 MMA ルールでやれよとかって言ってきてるんですよね。あ、世論が。あ、そうです、そうです。世論がっていうか、圭之助さんがですね。あ、そうなんや。で、世論は圭之助さん、この間井田さんにも語ったっていうのもあって、あの生意気なくすごきを倒してくれみたいな感じの風習になってるんですよ、今。雰囲気な、雰囲気になってるんですよ。なんで、まあ圭之助さんに勝ってほしいっていう世論と、圭之助さんをちょっとは俺もボコボコにしたい気持ちはあるんで。まあ確かに、正直俺がブレイキングダウンの運営者とかとして考えたパターンと、視聴者の目線で考えたパターンで、まあ飯田さんって要するにブレイキングダウンの、まあ、人気選手というか、 なんていうかあの、まあ、一番勝ってほしいと思われてる選手やと思うの、俺ら、おそらく、はい、でその選手に圭之助さん勝ったわけやんか、うん、はい、だから圭之助さんが今必然的にその役割を担ってるわけ。で、そこでジョリーっていう、まあもちろんジョリーが強いことは多分結構みんな分かってると思うね。うんうん、分かってるけど、このジョリーがなんか、なんていうかな、やっぱキャラクターとか生意気やし、うん、あとこの実績がついてきてないとか、なんかそういうのもやっぱありきで、やっぱり圭之助さんに勝ってほしいっていうそのファン目線がめっちゃあると思うから俺。はい、ただ、これジョリーがいつも言ってる、まあジョリーが今回言ってないけど、ジョリーは正直 MMA ルールであることに対して、地味にもビビってないんですよ。そうだろ、実際全然で言ってないです。まあ、ジョリー正直 MMA の強いし、うん、立ち技とかやったらおそらく俺にボーボーされるけど、うん、むしろ MMA やったら俺ボーボーにされるし、うん、だからジョリーは MMA に対して全くビビりとかそういうのはなくて、ただブレイキングダウンっていうルールって1分間で殴り合うルールなんで、このガッてこう掴んでしまって、これでもう動きがなくなってしまったらブレイクになって立ちでスタートじゃないですか。だからそれで1分ってあまりにもやっぱりその試合内容的に面白くならないんですよね。もうそれだけで10秒ぐらい経つからね。そう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 、で10秒なくなるみたいな感じだから、うん、だからジョリーはこれは視聴者目線のことを考えて、やっぱりブレイキングダウンルール立ち技で殴り合った方が普通に試合として面白いというふうな意見を持ってて、だそれを圭之助さんに電話をして伝えることだな。そうですね、まあ、圭之助さんはもう MMA でやれよやれよって曲げないつもりで多分いてるんですよね、うん、まあまあそれはそれで、俺はじゃあ MMA 受けたらいいやん、うん、視聴者は確かにそうなると思うし、うん、俺も全然 OK です。それはほんまに MMA でも OK です、うん、やけどじゃあ組合になって圭之助さんが15秒とかで10秒で俺のことを決めることは 100% 無理なんですよ、うん、っていうのも俺も今だいぶ MMA の練習もしてて、うん、普通に柔術家とかレスラーとか決められないんですよね、うん、絶対膠着状態になるんですよ、うん、40秒50秒1分とかのこの組合の状態に100なるんですよ、うん、実際だから俺どれぐらい強くなったかって自分自身分かってますし、先生も評価されてるんで、うん、1分で10秒膠着状態絶対これ続きます。テレ君の時もそうでしたしね、うん、佐々木君の時、あ、佐々木君の時、うん、だから MMA をやって試合が終わって、うん、
ほらな、やっぱりキックやったらよかったやん、うん、って絶対言いたくないです。で、俺がその言ったんですよね、ジョリーに。その MMA でやった時に盛り上がらんかったやろって言ったんですよ。 MMA ルールやったから、キックやったら多分もっと盛り上がってたけど。テル君の試合は実際結構寝たっけ？寝ましたね。1ラウンド延長あったから、延長は1期だけど1ラウンド延長でダウン取ったんですね。そう、1ラウンド目がもう MMA の試合でほぼ膠着状態で、正直もういいかなって言ったんですけど、面白くないでって言ったんですよ。盛り上がらんでみたいな、僕が経験したからね。あれはね、佐々木くんが最後打ち合ってくれたんで、うん、まだ勝ち方しましたけど、そうあれがずっと総合やったら、正直やってる自分も思わないし、うん、まあでも慶之助さんが言ってる気持ちも俺は分かるけどな、うん、ライジン行くなら、うん、MML って倒すよっていう気持ちは分かるけど、うん、ただそれをやる舞台ではないっていうことを言いたいわけよ、うん、そうっす。ライジンの5分3ラウンドとブレイキングダウンの1分と30分っていうのはやることが全然違います、うん、はっきり言って偉そうに語ってるわけではないです、事実です。じゃあ電話するよ俺、慶之助の今は。じゃあツイッターで慶之助さんとジョリーがリプライをしちゃってる状態ってことで、はい、まあ要するにジョリーは立ち技でやってください、立ち技っていうかそのブレイキングダウンでやってください、で慶之助さんがもうライジン行くなら MMA やれよと、はい、こうこたこた言うなっていうふうな状態やな今。そうですね。まあでも面白いな、なんやかんや2人ともつわものと対戦するやんか。そうですね、これブレイキングダウン内ので、なんか津田本と対戦決まった割に、なんか正直あんま盛り上がってないなって俺正直思ったよ。オーディション的にはそう思ってて、はい、ただなんかテル君とサトルに関しても、まあ、サトルが煽り動画を上げたことによってすごく際立ったと思うし、うん、あれすごく良かったと思う、うん、だからテル君のその総ですぐ出したことも良かったと思うし、まあ、ジョリーもジョリーでここでそのな、平之助さんっていう、まあ、看板選手やんか、はい、まあ、そこに対してこういうストーリー性を作るのは俺はすごく、まあ、ファンのみんなも楽しみになるカードになるんじゃないかっていう。ルキアぐらい身長あるんじゃん。そんな。そうっすね、まあ、ほんまに一緒ぐらい、一緒ぐらいよね。どんぐらい一緒ぐらいかっつったら、こんぐらい一緒ぐらいなんですよ。一緒っすね。で、痩せて俺お願いします。おー、ルキア出ますかね。ヘノスさんでもジムに詰めてるからな。うん、出るかどうかは分からん、正直。天下とは一旦逃げたらこれやばいよそれは叩かれるもん。試合勝った勝った勝ったっす。逃げた逃げたっす。ガリガリガリ逃げた。いやあ、もしもし。あ、お疲れです。あ、お疲れ様です。あ、ケガさん今お電話大丈夫ですか？はい、大丈夫。ちょっと今ジョリーといて、うん、ちょっとジョリーが電話をしたいって言ってて、うん、変わってもいいですかね？はい、わかりました、はい、あ、もしもし。はい、2月19日、対戦よろしくお願いします。はい、お願いします。慶之助さん、MMA ルールって言ってるじゃないですか。うん、視聴者とかって、うん、まあ正直、その MMA で膠着状態になって、なんかバチバチ、もっと殴り合えよみたいな感じの声になって試合が終わって、やっぱキックでやったらよかったなってなるのが俺一番寒いと思ってるんですよね。もう別にそれはお互いが、お互いのファイトスタイルが噛み合えば膠着っていうのはないからね。でも実際僕実際今プロの人たちといっぱい練習してて、うんうん、充実の黒帯の人たちともまあいろいろやってて、うん、まあ、うん、10 30秒とか40秒とか僕全然決められないんですよね実際、うんうん、なんで絶対に、まあ、組んで離れて組んで離れてってなるぐらいだったら、この間飯田さんとバチバチ殴り合った慶之助さんとバチバチ殴り合いたいなって思ったんですよ、うん、まあどっちでもいいけど。で俺は MMA で、まあ、慶之助さんが張ってる理由としては、まあもしかしたらキックで負けるんがちょっと怖いかなって思っちゃったんですよね。みたいな俺が、はい好きに言えよまあまあでも実際そうかなと思いましたね。いや、どっちでも別に OK です。じゃあ、とりあえず、まあ、僕たちは、うん、リングで戦うことを目的っていうよりかは視聴者に見てもらうことも目的の一つじゃないですか。なら直接電話してるじゃねえや。いや、まあでもそう思ったんですよね。まあ、もともと慶之助さんと体重もこのままあった時74とか75ある
ったじゃん。でも運営に言ってることは違うだろお前。僕あれですよ、直接電話してくんじゃねえよ。ナチュラル70ですよ。知らんよお前、この前俺と会場で会ったろ。はい、まあ、その時言ってた体重と全然違うやん。まあでも僕体重に関して何キロでもいいって言ったろ。あの時、あ全然いいですよ僕、80でも全然いいですよ。なら直接連絡してくんじゃねえよ。まあでもそこルールなんか直接ツイッターで言ってきてたんで。なんでブレイキングダウンの試合をするのにお前が直接俺に連絡してくるんだよ。もともと知り合いですしね。いやもともと知り合いじゃねえだろ、運営に言ってることが違うだろって。運営になんて俺言ってってことですか。運営に体重を落としてくれって言われてんだよ俺。あそうなんですね。そんならそルールも体重も相手に合わせるんだったら俺は別にやらなくてもいいよって言ったよ。あ僕あれですよ、体重のこと何も言ってないですね、マジで。知らんよ。ケイノスケさんは希望体重何キロですか。え、ケイノスケさんの希望体重ってちなみに何キロなんですか。いや、運営に聞けよ。まあ、もし80だったら僕80でも全然合わせますよ。運営に聞けよ。オッケーです、オッケーです。じゃあ運営にも伝えますね。怒ってるな、ケイノスケさん。怒ってるな。はい。いや、怒ってる人の方が殴りやすいです。いや怒ってる人の方がやりやすいっす。俺はでもちょっと謝罪しとかな。つまりは、あなたでいいか。今俺取る気だったらめっちゃ気まずい。気まずいな。いやもう、いや俺は、いや俺めっちゃ燃えてきた。いや、いいと思う。俺はこれでいいと思う。うん、だって結局、まあ、直接連絡してくんだよって言ったけど、直接連絡したことによって、今のこのバチバチ、うん、生まれたし、うん、あと、慶之助さん絶対多分お前のこと絶対もう倒しようと思ったと思う、今。うん、思ったと思う。うん。何やこの生意気なクソギガって。うんうん。思ったと思うから、はい、それって結局イコール、この今のリアルなあれをこの見てる人たちも伝わったわけやんか、はい、絶対試合楽しみだと思う。そうっすね、うん、やっぱジョリー絶対倒されてほしいって意見もあると思うし、うん、いやジョリーにケンノスケさん倒してほしいと思う意見もあると思うし、はい、でこれ食ったらもうめっちゃでかいから正直、はいはい、でも実際体重ではごねてないやろ。えマジでごねてないです。俺もジョリーからそんな話聞いたことないで、うん、だから多分それは体重で事実じゃないと思う。ルールでも別にごねてないですけどね。確かに。まずその俺がその MMA かキックルールかどっちかって聞かれたら、どちらかというとキックの方が面白いんじゃないかなって言っただけで、もう運営からも、まあ、ある程度そのキックの方が面白いんじゃないかなって話も出てましたし、まあ、体重差ありすぎたら良くないっていうので運営さんの判断なんじゃないですかね。まあ、それは絶対あると思うし、ちょっと落としてくださいよ、うんうん、まず電話する前までは俺ぶっちゃけその慶之助さんにちょっと気遣いながらちょっと気まずい感じもあったんですけど、なんかちょっと年上やからってこの高圧的に来るんだったら、まあ俺も俺ね、喧嘩島やってきたわけだし、まあ、舐めんなよって感じですね。まあ、よかったな、じゃあ結論。俺は、そっちの方が面白いと思う。うん。うん、まあ、若干気まずさ正直あったけど、でもそっちの方が絶対面白い。一視聴者としての意見は、そっちの方が絶対に面白い。うんうんうん。ジョリーの終わりで、なんか、昔のアウトサイダー時代の慶之助さんが、なんか、確かに。まだね、引っ張り出されてそう。久々にあんな慶之助さん、うん、見た。確かに。まあ、飯田さんにはあんな怒ってなかったですからね。怒ってる慶之助さんって初めてじゃないですか。ブレイキングダウンではそうやね。うん、結構リアル思ってたよな。うん、まあ、リアルやと思う、あれは。マジで。うんまあ、よかったよ、うん、結論。ジョリーちゃん、最後に言い込み。おう、慶之助。違う違う、そういうの。そっちで来たんやと思って終了モードになってる。普通に意気込みを言ってくれて、おい慶之助とかになってる。慶之助さん、ルールが最終キックであろうが MMA であろうが体重が75キロであろうが80キロであろうが受けてくれたことに関しては感謝してるので、あとは試合当日派手に、若造にぶっ倒される様を、まあ、世間にさらされてください。尻尾巻いて逃げないように気をつけな。そういうのやっぱ言いたいですね。最後にちょっとカッコつけるね。何すよ、いらんやんそれ。すいません、ちょっと煽りスキル1なんですよ。まあ勝者は、まあ、どうせ俺負けると思ってんだよ。まあ俺の試合見とけ。2年後3年後先に俺が今笑い盛りされてるけど、2、3年後には今笑ってるやつたちはみんな俺のこと胴上げしてると思う。
同意はしてないの。どういうことだお前。